皆様、お待たせいたしました。ただいまより、アステリア株式会社事業戦略説明会を開催いたします。説明会では、20分ほど会社からの説明、残りの時間を質疑応答とさせていただきます。それでは、社長の平野より、事業戦略に関するご説明をさせていただきます。社長、お願いします。 皆様本日は株主総会に引き続きこの事業戦略説明会にご参加いただきまして誠にありがとうございますまず事業戦略を説明する前に株主の皆様そして投資家の皆様とお話しするのがこちらでございます。当社の株価とということに関しましまて 株主総会でも触れましたが1年前の株主総会よりもさらに株価が下がるということになっておりまして私自身経営トップとして大変責任を感じております誠に申し訳ございません昨年の株主総会の前日に比べますと今の株価 ですね。200円を超える安値となっております。これが事実でございます。なぜ株価が下がっているかということですけれども、私たち独自でも分析をしておりますし、数多くの投資家、機関投資家の方々にもお伺いをしております。やはり私たちの事業の中で。 最大の要因としましては事業投資ですね企業投資事業というものを組み込んでおりまして、まあ、これが不安要素であると、まあ、実際にこの企業投資が調子が良かった時株価が上がったかというとそうでもないで下がった時にはこれは大きく反応するうような状況が過去続きましたそしてもう一つデザイン事業これも 過去大きくへこみまして赤字になった全体を赤字にするほどの状況だったこともありましてこちらもビジネスモデルがプロジェクト型ということで株価低迷にやはりつながるそれにこれからですねさらにつながりやすいということです。ですゴリラ株ですけれども こちら上場時に非常に大きく金額がですね未実現益が大きく計上された分現在その分が下に触れているとゴリラ株は上場時に比べて10分の1以下になっております。こういったことで今年度末までにゴリラの影響をゼロにするという方針これによって今年最終赤字にしない黒字転換をすると。 いう考えでございます実際に私たちが直面しておりますのはこのプライム市場上場の基準でございます昨年もご説明をしましたがこの流通株式の地価総額ここのみがプライム上場としては足りない未達の領域でございますですから皆様にご心配をおかけしておることそれからこの上場の基準という 点どちらにおいてもこの株価というものが非常に大きなネックになっているということですで、そのために私たちは昨年6月30日にこのプライム市場の基準への適合計画書というものを皆様と共有いたしましたポイントは大きく2つですね当たり前ですけれども業績を向上することで株価を上げていくもう一つは先ほど説明しましたような 株価の不安要素、例えば空売りにつながるような不安要素、こういったことを減らしていく、低減していくということです。ソフトウェア事業はこの1年間において売上そして利益とも成長しました。売上4.4%増、営業利益に至っては5倍ほど。そして不安要素の低減については、デザイン事業は売却を完了しました。そして投資分については、 現在昨年度大きな赤字の形状をしております分大変影響力も下がっておりますそしてゴリラ株に関しては売却の開始もしております新規のファンドの中止も完了いたしましたこのような形でこの1年間この適合計画書の推進こちらを進めているところでございますその上でさらに この中にも書いてあります例えば配当ですね配当もこちらの適合計画書に書いておりますがしっかりと安定配当しかも今回発表しましたのは、えー、期末配当の増配0.5円の増配ということでございますこちらは一昨日発表させていただきましたそれからもう一つこの1年間でやってきたことに 長期保有の方に、り熱い株主優待ということでこの株主優待創業来やっておりませんでしたけれども特に個人株主の皆様の声をお伺いしこの株主優待を始めましたさらにこちらはですね株主優待だけでもいろんなメディアそれからインターネット上の言説などもありましてこちら ね、より会社を知られるということとにもつながるというものですこういったことを踏まえまして私たちが現在実行しているのがこの事業構造改革です中期経営計画スターにおいて3つの事業でソフトウェア事業をさらに進めていくとデザイン事業で支え企業投資事業で支えソフトウェア事業をさらに成長させていくと。 いう計画を立てました結果的にはソフトウェア事業は伸びたもののデザイン事業そのものそして企業投資事業そのものまあこちらが失敗という結果に終わりましたしかしながらこのデザイン事業企業投資事業一部ソフトウェア事業の成長に寄与したところもあり現在ではソフトウェア事業が30億規模になっておりますですのでこの 三つの事業からなった事業構造一つソフトウェア事業に集約をするこれが私たちの考えでございますこのソフトウェア事業集約にあたってすでにご報告をしておりますがデザイン事業そして企業投資事業こちらの影響最小限にデザインはすでにゼロになっております企業投資事業も引き続きこの影響を下げていく今年度内にこちらが 影響しないとソフトウェア事業の成長に影響しないという形に持っていきます結果としてソフトウェア事業大きな不安要素を排除し安定的な成長を目指すということになりますそのソフトウェア事業も大きく2つのグループで成長してまいります1つ目がこれまでの強力な成長のエンジンであったパートナーエコシステムこちらを成長のエンジンとしたグループです ELG= エコシステム・レッド・グロースといいますがエコシステムを権力とした事業の成長ですこちらはもう100社以上のパートナーそしてさらに ISV のパートナーソフトウェアメーカーのパートナーなど組みましてすおりますそして成長の大きな伸びしろとして AOG グループこちらを組織しております。 こちらは AOG= アドバンストテックオーバーシー r クロ t h ということで新規領域先端技術そして海外市場、まあ、こちらによる成長を司るこういうグループです。具体的にはこれから伸びる AI ロボティクスそしてクラウド直販などを絡めて海外展開も行ってまいります。 1>, 1年平均で50%以上も目指すグループとなりますそしてこの実際のビジネスの成長に加えて私たちは株価というところに注目をしておりますので事業の結果をより多く株価に生かすということで PSR に注目をしております PSR というのは株価売上の倍率ですねはい、こちらのグラフにありますのが 実際私たちが売上とあ売上倍率 PSR とそれから年間の成長率これの相関を示した図となっていますこれで見ていただいて分かります通り第1世代第2世代と分かれましてさらに第1世代も2つに分かれているというところですね第1世代が左下の赤い部分です こちらは成長率ももも低低い、も低いとい PSR とう領領域域でです。す。そして第一世代でも緑色の領域がありますこれはアステリアも入っていますけれどもこれはこの赤のグループに比べると PSR は高めそして成長率も高めという領域です。これは何が違うかというと新しい領域の製品とかサービスを提供してチャレンジしているかどうか。 まあここが赤か緑かの差になります。そしてもう一つ右側に離れた青いグループがあります。こちらは第二世代ですね。2007年以降の創業でクラウドネイティブと私たちの業界で呼んでおります。つまり生まれた時からクラウドということですね。こちらは赤字であっても株価が非常に高いつまり PSR が高い もしくは PR で評価できないような会社も含まれますけれども売上に対してのこの株価時価総額というのが高いというところですで私たちは業績を伸ばすだけでなくそれをてこにですね株価を上げられるようにこの PSR を分析をしてここに行くということを目指していますそのためにはやはやりクラウド AI そしてこれから伸びる IoT こういったところへのさらなる製品の提供こういったところを目指すわけですね。先ほどお話したような業績の向上だけでなくこのようなテクニカルな側面でも株価を上げるこれに必要なことをやっていくというものが私たちの考えであり戦略でございます。さてそそれではそのキーとなる そして今後私たちが注力するソフトウェア事業ですけれどもこちら当社の製品であり当社の戦略であるのは4つの既存の製品に加えまして今年はロボステージそしてさらに今週発表いたしました提携の製品ですね AIOT スイートこういったものを提供していきます。 濃厚度がなぜ重要かといいますと IT 領域でも他の業界と変わらず人材不足そしてこれが加速すると予想があることです。実際にあらゆる側面で人が足りないと言われておりますがこちら経産省の予測今よりさらに IT 人材が不足する最大でも79万人最小でも41万人ですねこれをどうやって解消するのかこの答えが 何なんであるか実際にこの1998年に、まあ、つまり私たちアステリアが誕生した創業した年に5年後に IT 時代が20万人不足されると言ってそして IT コーディネーター制度などがスタートして解消に向かうための制度だったんですけども現実には先ほど申し上げたような数字です。つまりこれは技術者育成ではない根本的な解決策が必要だと。 いうことですその答えがノーコードということですねノーコード私たちは2002年から取り組んでおり現在の4製品に比べ、あ加えロボステージそして連携製品の共同開発などノーコードに注力をしてまいりますこれからノーコード製品をどんどん増やしていきますそしてアステリアのノーコード製品ポートボリュ と呼ばれるようなものもの作ってまいりますノーコードはこれからの流れですから私たち自身はアステリア製品だけではなくノーコード推進協会も設立をし他社のノーコード製品とも連携をして市場を牽引していきます。また私たちが独自に開発するものだけではなく発表したような共同開発 OEM さらには M&A こういったものも含め 濃厚度製品のポートフォリオを充実させていきますこういった状況を踏まえソフトウェア事業の基本戦略は2つです継続型課金つまりサブスクですとか重量課金を強化をしていくということそして今お話し,しました濃厚度製品ポートフォリオこれを充実させていくということですこれを先ほどお話ししました AOG、ELG で担って成長させていきます また海外も含めたマーケットとチャネルのマトリックスこちらのにあるとおりです。現在では左下のですね国内でパートナー販売こちらが主力となっておりましてここは非常に強力で伸びておりますけれどもこれからさらに広い領域ですねクラウド直販それから海外こういったところに向かって営業マーケティングそして製品も投入をしてまいります。 サブスクというのは市場変化に伴い大きく成長していますすでにご案内しているとおりこの年率ですね昨年も17%の増収ということで金額的にも大きな形になってきておりますこれからの増収要因をいくつかご説明しますまず一つ目の増収要因がサブスクこの非常に重要なサブスクの新ラインナップが投入されるということです主力のワープにおいてコアプラスプラス というサブスクの上位版さらにはフル機能版と呼ばれるスタンダードそれからエンタープライズこちらのですねサブスク版もいよいよ投入いたします増収要因の2つ目こちらはサポートメニューを拡充するということですサポートのワープのですねサポートの契約比率は95%を超えておりますけれどもこちらこれまで1本年率15%のものだったのを15、20、30 いうふうにサポート自身も値上げをせずとも顧客単価を上げるという方策を取っております。増収要因の三つ目、これは強力な I. S. V. パートナーとの販促です。ソフトウェアメーカーですね。国内のソフトウェアメーカーと手を組んで、連携をして、新しい市場を開拓をしてまいります。増収要因の四つ目、こちらプラティオコネクトという製品です。 プラ,プラティオが今非常に良い勢いで伸びておりますけれどもここにデータ連携をつ付け加えた製品これがプラティオコネクトです実際にさまざまな事例も出ておりまして私たちプラティオの顧客単価を上げるという要因にもなっています。増収要因の5つ目がハンドブック X ですこちらはサインアップ型つまりパートナーを一切返せずいわゆるクラウド直販の営業を行っていきます。 プランの価格改定も行いました4月から新しく SIC 事業部が発足してこちらの増収要因を担ってまいりますそしてクラウドの増収要因の6つ目ですねこちらはグラビオですけれどもグラビオも新バージョンから価格改定を行いましたそしてハードウェアですねさまざまなパートナーとの連携を拡充して 増収としていきますソラコンアイプロなどとの連携が効いてきます増収要因の7つ目こちらはソフトウェア事業の海外展開です今非常に少ないですけれどもソフトウェア国内に比べて海外市場先ほど3% 97%の話をしましたが30倍以上の広いマーケットがありますベースは同じです Windows iOS MacOS クラウド 全部同じですこういったところに展開をしてまいりますそこになるのが先ほどご紹介しました AOG 事業グループこちらで展開をしてまいりますそして増収要因の7つ目ですねこちらはソフトウェア事業の展開すみませんこれ補足になりますけれども先ほどの AI コネクテッド事業部での一つの成果ですねタップ a マレーシアとの事業提携これも今週発表したとおりです アジア東南アジアジは成長が著しいです世界的にこ伸び悩みが言われている中でも GDP の成長率4%あります特にマレーシアですとかそれより高い国もあるんですねそういったところでグラビオハン,ドブックスかハンドブックからこの海外展開図ってまいります、はい。というわけでここまで増収要因をお話ししましたがこういった作戦そして戦略を通じて私たち 今年度さらなる業績の向上そして黒字というものを目指してまいりますまとめますと事業構造改革を実施し安定成長の体制に持ってまいります2つ目がノーコードのサブスク製品が成長を牽引いたしますコアの新しいラインナッププラティオの新しい製品そして今年度業績予想は黒字転換です ご報告をしました木は、残念ながら投資事業により営業利益赤字となりましたが、ソフトウェアセグメントは黒字であるというのはご報告したとおりです。営業利益の予想、こちらを完全黒字の2億円から5.5億円と予想を発表しております。そしてまあ、そのために不安定性の低減、ソフトウェア事業の業績向上、こちらで株価向上を目指してまいります。 以上で本日の事業戦略説明の内容を終了いたしますご清聴いただきまして誠にありがとうございました以上をもちまして事業戦略説明会プレゼンテーションを終了いたしますご清聴いただきまして誠にありがとうございましたそれではここからいただいた質問にお答えしてまいります 質問を読み上げます。世界に手を広げた事業展開を行い、しかも外国の未公開株に多額の投資も行うなど、脆弱な中小であることを忘れた無秩序な経営の後始末をどうするのかを伺いたいです。以上です。はい。ご質問ありがとうございます。今後の投資事業に関するご質問です。 海外の未公開株ということで、まあ、こちらですね、えー、今回影響を受けておりますゴリラ社は、まあ、現在はあの公開ですねナスダック上場ですけれども、えー、投資をした時はこれは AVF という投資会社を通じて未公開でした現在でも他のスペース X ですとか無人こういったところは未公開ですけれどもこの投資 のですねえー、実際の評価額が上がるというようなところを実際ソフトウェア事業にの成長に寄与させる、まあ、こういう狙いでやりましたですから、まあ、実際ですね目論見としては未公開時には徐々に評価額が上がって、ねまあ、その通りにいったわけですけれども、まあ、公開してしまったということで大変大きな 株価の変動に見舞われていいるととうことですで今後どうするかということに関しましては既にお話をしましたとおりこの影響力を極力下げていくということですね。まあ、デザイン事業の方は先行してもうゼロにしましたけれどもこの企業投資事業これももうソフトウェアに集中するということを発表しましたのでこちら今年ですねまた邁進して少しずつでも影響力を下げてそれが株価の上昇につながると。 いう施策を取ってまいります以上ご回答を申し上げました続いてのご質問です株主還元は基本的に株価で行うと以前から言われていましたがそれにもかかわらず株価が依然下がりっぱなしですいつになれば株価は上昇するんですかプライム市場残留は大丈夫なんですか以上です はいいありがとうございますすす株価と市場に関するご質問です、はい、まず株価なんですけども昨年の株主総会の時よりですねさらに200円強下がるということに関しましては誠に申し訳ございません。これに関しては今後どうなるかということは私の方からですね時期的なもの金額的なものを申し上げることはできませんが 私たちの目標は相変わらず4桁ですね。1000円以上を目指して、まあ、先ほど申し上げましたような方策によって株価を上げていくということを考えております。で実際にじゃプライム維持が大丈夫かというと本当に株価だけですので、まあ、ここの株価ですね、まあ、実際の基準は実は4桁ではなくて800円を切るぐらいなんですけども、まあ、ここに向けて、まあ、プライムに、えー 市場に適合していくと基準に適合していくということを継続いたしますありがとうございました続いてのご質問です競合のデータスパイダーについて具体的にどのような優位性があるのでしょうか以上ですはいご質問ありがとうございますえこちらはのご質問はですねはいえソフトウェア 事業の責任者、ワープの責任者でございます、熊谷の方からご回答申し上げます。はい、私、熊谷で回答させていただきます。えーまあ、具体的な競合製品だけではないのですが、えーまあ、アステラワープの競合に対して優れている点ということで、えー、そうですね、訂正、定量を合わせて7つほど簡単にです、ね、上げさせていただきます。まず、圧倒的な接続先ですね。あのデータ連携先なので、これがある意味一番大事なのですが、 これは豊富なアダプターという機能やテンプレート。こういったものが充実している点が挙げられます。あとはノーコードのユーザビリティですね。これは開発の生産性につながる非常に重要なポイントです。そして、先ほど平野からですね、ラインナップの拡充の話もありましたが、大企業から中小企業まで対応要望に対して対応可能な豊富なラインナップ。あとはですね、容易な技術取得を支援する豊富な学習コンテンツが 非常に充実していること、その結果として1万社を超える導入実績、そして市場におけるシェア、そして ELG という名前にも関されていますが、協力かつ良好なパートナー、エコシステム、そしてあとはです、ね、間接販売ながら、まあ、10年近くです、ね、もうユーザーコミュニティというものを運営してきております、こういった点が競合製品に対して優位性を保てると考えています。以上上回答申ししげました 続いてのご質問です。サブスクリプション製品の単価を上げるにあたり、移行の見通しや目標について教えてください。以上です。はい、サブスクリプション製品に関するご質問です。えこちらも常務の熊谷からお答えいたします。はい、こちらの質問も私熊谷より回答させていただきます。えサブス製品についてなんですが。 大企業を中心にですね、一時売上げの方が好まれたりとかですね、あとは最近だこの円安によるオンプレ回帰、こういったニーズも増加しておりますので、ライセンスに対するニーズというのも一定ございます。そのためにですね、このライセンスからサブスクリプションにハードランディングで移行を図っていく製品企業というのも非常に多いのですが、弊社では急速なサブスクリプション移行には継承せずにですね、ちょっと明確な目標は回答をいたしかねるのですが、 サブスクリプションの割合を徐々に増加させながら、ライセンスも維持していく。その結果として全体を売り上げとして大きくしていく。こういう方針でビジネスを展開してまいります。以上、ご回答申し上げました。続いてのご質問です。確か以前の説明会で、ゴリラ社の株価は、併合前に10ドルほどの価値である、評価である、と言っていたが、 今はその三十分の一以下の株価であります。ゴリラテクノロジーグループへの投資は詐欺に騙されたのでしょうか。以上です。はい、えー、ゴリラ株に関するご質問です。ありがとうございます。はい、えー、ご記憶の通りですね。この上場する直前、えー、ゴリラの株評価額というのは10ドルでした。まあ10ドルちょっとですけれどもね、えー、約10ドル。 で,したで、えー、その状況で上場した後に、えー、株価、まあ、上場すると株価というのはこの動くわけですけども、まあ、株価が大きく動いて、えー、昨年のですね、まあ、3月31日に大きく下がるということで、まあ、1日でかなり大きな損を打ちが計上したということもありましたけども、まあ、その後は本当にあの動きましてどん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 ,どんまあ長い目で見ると下がってきていると。 いう状況で,すでご質問の、まあ、詐欺にあったかどうかということですけども、まあ、こちらに関しては私自身も、えー、以前取締役に入っておりましたので、まあ、そういうようなあの会社自体がですねそのようなこととは全くないでその上で上場後この株価の変動につきましては、えー、一部、えー、取締役会でも話題になったのはこうして筋のようなです、ねえー、意図的なものがあったのではないかと。 いうことでまあ、それを SEC の方にま報告をしたとまあ、こういうことはありますけれども、まあ、私現在取締役を抜けておりますので、えー、その後については分かりませんで、いずれにしましてもこの上場株というのですね変動というものがあり得るということでまあ、今後まだ、えー、このゴリラ株ですねいかに私たちの影響を少なくするかということについてはこの年度内、えー、きっちり整理をしたいと考えております 以上ご回答申し上げました続いてのご質問ですゴリラテクノロジー社の株式はいくらくらいの段階で売却をするのか計画はあるのでしょうか以上ですはいご質問ありがとうございます引き続きましてゴリラ株についてのご質問ですねえこちらいくらぐらいで売却これに関しては え常に、えー、議論もしておりますが現在、えー、お話しできるようなことはございません以上ですご回答申し上げました続いてのご質問ですなぜ中期経営計画も出さず役員選出だけを求めるのかふざけているとしか思えません以上ですはい ありがとうございます中期経営計画に関すするご質問です、はい、中期経営計画に関しては、まあ、現在出しておりません。まあ、私たち実は以前も出していなかったわけでございますけれどもこの中期経営計画ですね、まあ、現在では出していないと。でお客株主の皆様からのですねご意見として、まあ、どうしてもこの投資事業が,利益が営業益が分かりにくいので 業績予想毎年の業績予想というのを出すのがだいぶ時間がかかっていたわけですけれどもそれでもやっぱり中期経営計画よりは毎年の業績予想を早く出してほしいという意見を多数いただきました、まあ、このこともあって今回はですね株主総会前に今年の業績予想というのを出させていただいております。中期経営計画に関しては まあ今後ですね、事業、この改革もありますし。まあ環境というのもありますので、今後出すかどうかも含めて。これは、議論をしているところでございます。以上、ご回答申し上げました。続いてのご質問です。マイクロソフトの A. I. パソコン。コパイロットなどで、エッチ A. I. の普及が浸透すると予想されていますが。 アステリアにとって何らかの恩恵はあるのでしょうか以上ですはいありがとうございます、まあ、このコパイロットですね、えー、様々な領域でこのコパイロットという形で AI が採用されていますけれども特にこのエッジという領域ここをやっている企業はそんなには多くないですで、えー、ご案内のとおり私たちはグラビオ このエッジという領域をやっておりましてさらに今回マレーシアのですねエッジ AI 企業タップウとも連携を発表しておりますエッジというのは要はクラウドにデータをいかず持っていかずにですね非常に安心安全に処理ができるということでしてこことの連携というのは私たちの追い風にはなりうるですねこれによってエッジ の領域でのデータ連携もさらに注目されると推測をしておりますのでそこに対して私たちも何だか新しい取り組みができないかと考えております以上ですありがとうございました続いてのご質問ですウェルビング活動の生産性判断を行って現時点で効果がないなら活動を取りやめていただけませんか以上です はいご質問ありがとうございますウェルビングに関するご質問ですはい、えー、効果判断ということでございますけれども、まあ、ウェルビングはですねこの人の生産性創造性こういったものをこれからの活動に向けて、えー、展開をしていくものですのでまあ、現時点でその成果が何か出ているかというと数値的なものはございませんただ先行しようとしてあるのは先ほどちょっと申し上げましたが そういうい、ね、先進性ですとか創造性ですとか、えー、人が今までやってないことをやるこのような人たちの応募が増えているこれは間違いなく目に見えて増えているんですね。AI とかロボットの時代になって人が過去にやったこともしくは手を動かせばできること、まあ、こういったことというのはどんどん AI とロボットにとって変わられる時代になります。 どの価値が下がる。つまり、そういうことをやっている企業もですね、新しく生み出すことが難しくなってくる。そういう時に、やっぱり人が、じゃあ、何を生み出せるか。それは創造性です。創造性というものの生産性というものがかなり近くなってくる。これがこれからの時代なんですね。その時になって、慌てて創造性をね、高くしましょうなどと言っても、それこそ遅いということで。 私たちはこの時代の変化を先に捉えてこの人材の採用獲得というところにこのウェルビーイングの効果を乱そうとしておりますので現時点で具体的な数字がなくてもこれをやめるということはいたしません。以上上ごご回答申ししげました続いてのご質問です 軽井沢オフィスを売却ししていいいただけまませんででょううか以上ですすはご、い、ご質問ありがとうござオフィスに関するご質問ですが、えー、売却していただけないかということで、まあ、これはひ、まあ、一言で答えると売却はしないということですね、まあ、昨年の7月に、えーまあ、作ったばかりですで。こちらは先ほども申し上げましたが、長野県、それからカルチャーコンビニエンスクラブ。 こちらとのコラボによってですね、作っております。で、総額、いろんなものを入れて、まあ、五億円という発表はしておりますが、現在、あの五億円かかったというわけではないんですね。まず、土地というような資産性があっても、まだ一年経たないですけど、うちが買った時よりはもう値上がりしているという状況です。そして、もちろん、その設備などは減価消却。ありますので、年間の負担はですね、一千万ほどです。 ですのでこれ以上のまあ効果を得ていくというためにこれからもさまざまな施策を実施していくという考えですですので軽井沢はこれからさらに活用して成果を出していくという形で使わせていただきますありがとうございました続いてのご質問ですタップウェイ社との事業提携により海外ビジネスは どののよううに広がっていくででしょうか以上タップウェという会社、まあ、プレスリリースも書いておりますが、こちら、東南アジアでですね AI の、えー、モデル開発、それから実際の導入もですね、えー、行ってらっしゃる会社ですね、えー、マレーシアのですね高速道路ですとか、いろんなスマートシティ、まあ、こういったところで現実に使われていると。 いうところですですのでまず目の前ではですね東南アジアこちらの市場開拓しかも領域はタップへも同じようにノーコードそして AI この領域での市場開拓というのが進んでいくこれがまず目の前ですけどももう一つですけどもまずは英語版を出すんですがこのタップへのモデル開発とか AI 教育を日本にも持ち込む計画です。 これによって日本ですねまずグラビオそれからそれ以外のこの AI の領域での私たちの提供するメニューそれから実際の売上というのも上がっていくというふうに考えております以上ご回答申し上げました続いて最後のご質問です初任給アップなどでエンジニアの採用や研究開発体制を強化するようですが その意図を教えてくださいまた今後はどのようなテーマの開発に注力していくのでしょうか以上ですはい研究開発及びその人材に関するご質問ですこれはまず私の方でお答えをしましてそして研究開発を鑑賞しております副社長の北原からもコメントをさせていただきますまずですね今回この初任給アップということで えー、年収540万円ですけどもこれはですね実際には国際的なレベルで見ると決して高い金額ではない残念ながら日本の給与というのは世界レベルで非常に低くなっております私たちが研究開発をする製品これは受託ではなくて製品を開発するということで本当に高度な優秀なエンジニアが必要になります。 そのためには日本にも外資系がありますからそういうところと比べて遜色のない金額を出すということがこの優秀なエンジニアを採用するですね源泉になるということですじゃあなぜ優秀なエンジニアを取るのかというところですけどまさにこれは受託つまり言われた通りのことをやって出すのではなく私たちはこの時代に先駆けてそして世の中でこれからも役に立つさらには国外で 使っていただくこういう製品を作っていくからですねアステリア部門はいろいろありますがやはりこの製品開発というのがやはりその原点になりますこの原点で本当にいいもの役立つものを作るこのためにはエンジニア優秀なエンジニア他に負けない形で採用するというのが大変重要だということで今回のような発表に至っておりますそれでは開発テーマなどについては 平野の方からお話をいたします。はい、えー、開発を担当しています北原から、えー、ちょっとご説明を補足させていただきます。えっとまずあのー、今の、えー、平野の、えー、話の中の、えー、まあ実際にエンジニアをですねえっと取っていくという中でですね。 どんな技術の持っているエンジニアを取るかというところが非常に重要になります。でその分野では、まあ、今実際には AI をえっと研究開発している技術者というのはあの全体の中ではそれほど多くないので、まあ、その部分のまず人をしっかり取っていく、まあ、これを入れることで我々の製品にどれだけ早くそういう機能をまあ実装できるかというところが非常に重要になっていきますので、まあ、そういう意味で人材 開発に関しては、そういう今の体制を続けていこうというふうに思っています。で、今後のテーマというところですけれども、もちろん今現在ですね、AI、まあ、そのに付随するつなぐコンピューティングというところを今、我々一生懸命やっているわけですけれども、今の4製品に加えてですね、ロボステージといわれるロボットのシミュレーション環境、それから今、 アップルなんかでも開発が進んでいる空間コンピューティング、まあ、これは一つには、環境コンンピューティングととといいうことにもなるかと思いますやはり今、インターネットにあるデータというのは、あの実際の今の LLM というモデルの中で、ですね、まあ、十分データはその学習データとして使われているわけですけれども、今、インターネットにあるデータ以外のですね、 実際の現場の空間で存在するデータ、まあ、温度だとか、車の移動量ですとか、まあ、いろんな情報がありますけれども、こういう環境情報をいかに AI の方に取り込んでいくか、まあ、実データとして取り込むことが重要というふうに考えていますので、まあ、こういうところに関して、今後、研究を進めていって、今後の製品に反映していきたいというふうに考えておりますぜひ今後の製品にもご期待いいただければと思います。 以上、ご回答申し上げました以上で質疑応答を終了いたします皆様多くのご質問誠にありがとうございましたそれでは最後に社長の平野より一言ご挨拶をさせていただきます社長、お願いしますはい、皆さん本日は 株主総会に引き続き事業戦略説明会長時間にわたりご参加をいただきまして誠にありがとうございました今回この年度を振り返るにあたり株主総会でもそして事業戦略説明会での冒頭でも申し上げましたとおり当社の株価これが大きく損ねている。 とということに関しましまて最後にもままた改めてお詫びを申し上げますこの株価といいますのがやはり皆さんご質問にもありましたとおりこの投資事業そしてデザイン事業このボラティリティにあるということは明白でございまして実際1年間さまざま活動をしてまいりました。 今回大きな赤字の原因になっているのも投資事業でございますがその一方でご報告をした通りソフトウェア事業は着実に伸びております今回の事業構造改革では3つの事業で構成されていたスターこれが残念ながら未達に終わった結果を受けて完全にここを改革をしてソフトウェア事業1本に絞るという決定をしております これによって、新たな領域、私たち事業への投資も集中し、今年度のみならず、これから先も成長を続ける企業として生まれ変わるということを意図しております。いろいろな側面でご心配、そしてご不満などもお持ちいただいておりまして、私たちは真摯にその言葉を聞いておりますが、 今後この新しい作戦戦略によって株価回復業績回復こういったところを実現したいと考えておりますその第一歩としてこの業績予想そして配当の予想も開示をさせていただきました私たちのこのソフトウェア事業への集中というのがこの数字の中にも表れておりますしこれさらに毎年毎年伸ばしていく これが私たちの考えです大変多くの反省を生んだこの事業構造改革となりましたがこれからもアステリアは世界に役立つソフトウェアこれを実現するために挑戦を続けます。これからもご指導ご支援何卒よろしくお願い申し上げます。本日は誠にありがとうございました。